どうも、哲学とです。ハイルーンを含んだ超級ルーンワード解説シリーズ。今回は、フィッシュ・フェニックスというルーンワードをご紹介したいと思います。このルーンワードね、とにかく要求ルーンもむちゃくちゃ高いんですけども、まずね、4ソケットの、盾か、あるいは、武器で発動できるんですけど、まあちょっと後で解説するんですけども、まあ基本的には、シールドで発動させるのがいいかなと思います。で、まず、シールドの方を用意して、であとルーンの方がですね、ベックスルーン2つと、あと、ロールーン1つ、ジャールーンとね、すべて、ハイルーンが要求されるんで、かなりね、構築難易度は高いんですけど、じゃあ早速発動させてみたいと思います。まずベックスルーン、ベックスルーン、ロールーン、ジャールーンですね。はい、これで不死鳥が今発動している状態ですね。レベルアップ時に 100% の確率で、ブレイズレベル40を発動するとあるんですけど、まあ、これはね、おまけみたいな効果なんですけど、レベルアップした時に、ブレイズっていうのは、炎のね、こう、なんていうのかな、自分の歩いた跡が炎で、こう、炎が巻き起こるっていうスキルなんですけど、まあ、これね、第一章のアンダリエルとか、真ん中の部屋のね、池の周りをどんどん回ってるんで、まあそこなんかでよく、操作レスがたまに使ったりするスキルなんですけど、まあそれがレベルアップ時に発動すると。で、命中時に 40% の確率で、火炎旋風、これインフェルノですね、が発動するというもので、まあこれもね、かなり強くて、まあ近接系のビルドなんかやってる場合はね、かなりいいんじゃないかなと。そしてですね、なんとしても大きいのが、装備時にオーラ解放、これは、レデンプションでいいのかなっていう、スキルなんですけども、死体からね、マナとライフを、回復させてくれるっていう、非常に強い、オーラで、まあ、これを、まあ、発動させたくてね、つけてるというところあるんですけど、まあ、これ、最大でレベル15まで可変値で作りますんで、まあ、ここも15のものが出たら嬉しいなって感じですね。で、ダメージを強化 387%。で、ここが大きくて、まあ、縦の方にね、ダメージ強化が乗るので、まあ、ソードの方で発動させてもいいんですけども、まあ、武器の方はまた違うダメージ強化のルーンワードを発動させて、縦の方でこちらの、プラス 387% のダメージっていうのをつけてあげるのが結構いいかなと思います。で、敵の火炎耐性マイナス、28% がついてるって感じですね。ここも、まあ結構、ファイアボールとかメテオを使うね、操作レスなんかにもかなり、役に立つかなと思います。で、遠隔攻撃に対する防御力368とあるので、まあ、遠くからの攻撃はね、かなり、楽になるかなと思います。で、ライフプラス50。あと、雷撃耐性 5%、火炎耐性も 10% つくと。で、あとね、火炎吸収というのがあって、まあ、これあるとね、結構、ファイアーアブソーブって言うんですけども、敵の火炎攻撃はそもそも、入らなくなってくるんで、まあ、特にディアブロ戦とかではね、役に立つんじゃないかなと思います。さあ、じゃあこれ実際つけてね、やってみようかなと思うんですけど、今回そうですね、以前組んだ、ドリームの装備があるんで、まあ、それの裏装備としてね、つけていこうかなと思います。で、兄貴はね、インサイト発動しちゃうと、マナがね、勝手に回復しちゃうんで、今回は、兄貴から武器は取ってる状態ですね。じゃあ、まずは表装備の、雷撃と、あれで、マナをまずちょっと使いますかね。こんな感じでね、マナをどんどん使っていくと、なくなるわけなんですけど、
これがあるとね、こんな感じで、敵のね、死体から、マナ吸収できるんで、こう、もりもりとこう、マナが回復していくわけですね。で、なおかつこう、火炎のレジもね、稼げるんで、まあ、ライフとマナがやっぱり回復するとむちゃくちゃ強くて、まあ、特に近接系のビルドなんかだとね、そこら辺の効果っていうのは大きいかなと思います。あと、まあ、雑魚をね、復活させちゃう系の、モンスターなんかと戦うときもね、結構このスキルは役に立つかなっていう感じがしますね。ライフもね、もりもり回復してくれるんで、まあ結構ね、ピンチに陥った時なんかも、まあ、このフェニックスかなり使えるんじゃないかなっていう感じがしますね。まあほぼ敵を倒している限り、こうやってね、ライフとマナがどんどん回復していくんで、まあ、むちゃくちゃ強力なルーンワードなんですけど、まあ、ちょっと発動コストがね、むちゃくちゃ高いので、まあ、ちょっとね、今回お見せできてよかったかなと思ってます。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。